同が久保建英さんバルサ戦で起点になったシーン。この久保はマジでうまい、よく状況見てタイミングよくパス出した、いつも起点と言っても大したことないって思うけど、これはマジで久保の役割がでかい。状況は見てるけどパスはいたって普通じゃね。パスのタイミングも完璧だよ。セルロートがフリーになったの確認して左にドリブルし、スピメンディのマークを自分の方に意識させてからパスをしてる。何もせずにもっと早いタイミングでパスしてたらパスカットもしくはスピメンディにタックル入ってファール覚悟で止められたかもしれない。いいね、久保のマーク意識しすぎてスルロットをおろそかにしてしまったんだな。久保に3名も集まりすぎたな。まあ今の久保なら同数だとやられるしな。タケとスビメンディががしっかり引きつけてセルロ完全フリーで勝負ありだった。左にいたのがスビメンディでよかった。これ改めて見ると久保の存在感が仕事しすぎだろう。スルロットがなぜドフリーだったのかよくわかる。デヨングまたソシエダ戦で駆られて逆転は笑うな。スビメンの判断と精度素晴らしいわ。